エアイタリーはイタリアに存在した航空会社。2020年に会社清算された。1963年3月29日にアリサルダとしてエアタクシー及びチャーター便航空会社としてサルデーニャの観光局の援助を得て設立された。1964年から定期便の運航を開始、その後1991年5月の臨時株主総会にてメリディアーナへ改名した。イタリア第2の航空会社である。2006年12月にはミラノを本拠とするユーロフライの主要株主となって2008年から同社を実質子会社化した。2010年に同社を統合しメリディアーナフライとなった。また2011年には初代のエアイタリーを傘下に収めた。サルデーニャ等を中心に格安航空会社としての料金設定の定期便を運航しているが、サルデーニャの住民には特別料金が適用されるなど、地域公共サービスとしての性格も併せ持っている。2018年2月19日、ミラノでの記者会見にて、初代のエアイタリーと合併し、ブランド変更に伴って新しい社名をエアイタリーとすることを発表した。2018年3月1日、エアイタリーとして正式に操業を開始し、メリディアーナの公式ホームページも新生エアイタリーへ移行した。2020年2月11日、株主総会でまた清算決断手続きに入ることが決まった。同日付で航空機の運航は停止され、予約客には払い戻しが行われた。株式の 49% を保有するカタール航空は投資を続ける意欲を示していたが、残り 51% を保有する持ち株会社アリサルダの同意が得られなかった。2019年8月現在当初エアイタリーは、ボーイング 737-8 を20機、カタール航空からリースされたボーイング 787-8 を30機の計50機を導入し、2022年までに機材の一新を図る予定であった。また、そのつなぎとして、2018年から2019年に、A330-200 を5機、カタール航空からリースした。しかし、カタール航空において B787-8 の置き換えとなるはずだった B787-9 の納入遅延、B737MAX の運航停止により、計画は順調に進まなかった。そのため、A330-200 での長距離路線拡大を決定。さらに B737MAX の発注をエアバス A320 シリーズへ切り替えることも検討している。ありがとうございます。